小山選手、こんにちは。いよいよ12月13日試合決まったそうですけど、小山選手、今の心境を聞かせてください。そうですね、もうすごいとても気合入ってます。え、めっちゃ気合入ってます。気合入ってる、はい。なんか話に聞くところによると、今回の相手はアマチュアで50戦もやってる苦手なサウスポーと聞きますが、小山選手、またどうしてそんな相手を今回選んだんでしょう。あ、そうですね、やっぱり自分でもやっぱ強い選手とやりたいし、うん、サウスポーいつまでも苦手じゃ困るんで、もういい加減勝ちたいんで。あ、本当ですか。なんかね、今回キャリアマチュア50戦もあるキャリアの選手に高校生が挑戦ということで、少し注目を浴びてるみたいですけど、じゃあファンの皆様に一言お願いします。はい、どうぞ。もう頑張るんでよろしくお願いします。なんか今日元気ねえな。いや、元気ありますよ。バランスボールの音の上でやってるのか。はい、だからぎこちなかったんだな。そうですね。じゃあ皆さんチケット買ってもらえるようにもう一度正式に挨拶お願いします。よろしくお願いします。皆様よろしくお願いします。お願いします。勝つよ。負けるわけがねえからな。勝ちます。よし。